すごいね。わ。なんかもうここが風情あるよ。なんかね、あの大正13年に建てられたんだよね。昭和天皇のご成婚を記念して建設されたんだって。昭和天皇で、時計の針見てみよう。13ってね、あの書いたの分かる？13だけなんだ。そう、あれ大正13年だから。そう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 。え、なんか、あ、椅子になってんだ。すごい、なんかすごいよ上ね。そろばんとかすごいね。なんかすごいよね、眺望。この壁見て、壁桜だよ。すごい、かわいいんだけど。やばいよね。何故にビートルズなの？よくあそこに入って、うん、そのなんか間、あそこ右、そうそうそう、そこなんかスペース。いや本当ここ生コ壁率やばくない？うん、ね、さっきの、あ、ここだ、ここだよ。お、すごいね、ここ、ゆうこさん。いや、これはめちゃめちゃ迫力あんな。ここ圧巻だね。急に、そう、これはすごい。どうすか、生温かく。まあ、多分中は涼しいのかな、うん、ね。まあ今ね、外の気温が暑いね。あの白い盛り上がってる部分がやっぱ海のナマコに似てるってことから名付けられたみたいで、高温防湿防虫、火災盗難予防にも優れているみたいですね。すごい。あのやっぱり多額の経費と多くの労力を要しているって書いてある。土蔵などに用いられる日本の伝統壁塗りの様式の一つ。今もう見ないもんね。いや、すごいよ。すごいね、なんか竜宮城みたい。これもいいじゃん。足湯書いてある？あ、すごいね。あれは足湯じゃないよね。それ違うよね。足湯まっすぐだ。あ、あったあったあった。あ、いいね。ちょっと入ろうよ、見て。体と心を元気に戻しましょう。飲みます。え、なんか熱い。
いときは水道をやるんだよ。マジで、バッツ。すごいね、美術館もあるんだよ。天皇皇后両陛下来たみたいだよ。すごい。自動販売機はでもあるってすごいね。こんなところに。しかも見て、あれで自動販売機もさ、ナマコ株仕様だから。かわいい。おお。やば。うん。すごいね。棚田。すごいね、冷たそう。おお、どうすればいいんだ。電気柵だって触るとやばい。イノシシとかだ。うわ、すごい、やば。珍しいよね、お米をこんな山の斜面で栽培してるんだもん。限られたスペースじゃん。大変だよこれ。トラクターで無理だよねこれ。このスペース。あ、上すげえ。あ、いい空だよ。めちゃめちゃいいね。棚田。うわー。これ。すげえ。いやーでもすごっ。この風景はやばい。